もう多分やりがいがないとクラネのプレスとしては働けない。クラネのお洋服を可愛く見せたりとか、なんかそういうのをもっと SNS で見せて、なんかどれも共通して言えるのがやっぱりクラネのイメージっていうところを任せていただけてる。 PR としての仕事もママとしての私も両立できるように風通しがいい会社かなと思ってて、本当皆さん積極的に意見を聞いてくださるんですよ。めっちゃ可愛い。今一体ロケで撮るだけなので、そこまで押さないとは思うんですけど、なるべく巻きで行きたいなと思ってます。プレスのポジション、そうですよね、結構人数がいるので皆さんも気になってるところかなと思うんですけど、クリエイティブ、戦略で別枠で YouTube っていう大きな3つの枠組みがあって、一応クラネのプレスっていう肩書きはついているんですけども、みんなに委ねているところがあって、私は3つをまたさらにうまくスケジュールと合わせてコントロールしているのが私。みんながそれぞれのポジションでこう中心となって仕事しやすい環境づくりをさせていただいてます。あとは皆さんがご存知のエナさん、すごい多忙な方で、本当に朝から夕方まですごい密なスケジュールをこなしていただいている分、家族の時間っていうのをしっかりとってもらえるように、私はうまくスケジューリングをして、エナさんの働きやすい環境も作れるようにしています。そこがこうクラネのプレスがパワーアップできるポイントの一つでもあります、エナさんのスケジュールっていうのが。スケジュール組むときに大変なことってありますか？大変なこと、はい、まあ、でも、まあ、一番大変なのはエナさんのスケジュールをいかに効率的に組むかっていうのが一番大変なんですけど、今それこそ年間スケジュールを立ててて、エナさんのスケジュールとプレスと各セクションのスケジュールをいかにすり合わせていくかっていうのが結構コツがいるというか難しい、大変ですね。私にとってのやりがいは、改めてやりがいっていうワードをこう考えた時に、あえてこう言語化するものではないなっていうのをすごい思ったんですよね。私の中でこう常日頃からこう身近にある存在というか、存在しているもの、やりがいっていうのは。なのでこう毎日こういうふうにクラネのプレスとしてもう働いてること全てがやりがいになってるなと思っていて、もう多分やりがいがないとクラネのプレスとしては働けないし、仕事もできないんじゃないかなって思ってます。なかなか着るんだったらこれ着た後になんか上からパラッと着れたりとかして、ちょっとでも色が入った方がいいのかなと思ったんですけど。テンション上げて、えい、えい、お願いします。好きなブランドだからこそより魅力的に伝えられるっていうふうに思っているので、リリースを作る際にもインスタライブをする際にも生の声、例えば社長の声だったりとか愛子さんのデザイナーの思いみたいなところを一番大切にするように心がけています。やっぱり会社全体っていうところもしっかり見れるようなプレスになりたいなと思っているので、日々他部署とのコミュニケーションもしっかり取るように心がけています。みんなで作り上げてきたものが世に出て、お客さんに実際に手に取ってもらって喜んでいただいた反応を見たりとか、あとはブランドがそういったことを通して、あ、成長してるなというふうに実感できた時にとてもやりがいを感じます。今リリースの文章を打っていただいてると思うんですけど、はいはいはい、文章を打つのにちょっと気をつけてることとかってありますか？そうだな、やっぱりリリースって会社から一番最初に出る重要な大切な文章ってところもあるから、ニュースに取り上げてもらえるような話題性だったり引きつけるような文章っていうのを本当に心がけて作ってます。誰が読んでも分かりやすかったりとか、読みやすい長さだったりとか、そういったものにもすごい気をつけてるし、あとやっぱり、まあ、クラネにいるからこそできる文章だと思ってるので、近くにいる社長だったりとか、あとデザイナーの愛子さんだったりとかのその思いみたいなのがしっかり伝わるような生きた文章を作ることを心がけてます。復職してちょうど4月で1年で、子供が生まれてからも約2年経ちます。
やっぱりやってみて、仕事はスケジュールうまく組んでこなしていくっていうのが得意だったんですけど、やっぱ子供ってなると体調も日によって違うしとか機嫌も違ったりとかして、やっぱり時間通りにうまくできないっていうのもあって、バランスを取るっていうところが難しくって、でもなんか最近はその全部を完璧にやろうって思うとなかなか難しいので、もう仕事はステージに上がって帰ったらもうバスの中では仕事モードのスイッチをオフにして、でどうしても平日なかなか子供と過ごす時間もないので、その過ごしてる時間はもう全力で遊んだりとかお母さんとの時間を過ごせるようにしっかり向き合うことで埋めてるっていう感じですね。でありがたいことに母として働く私っていうのもチームがすごく受け入れてくれてる体制もあるので、すごい働きやすくって、なので、まあ、私は私なりに PR に戻ってきて母としての目線みたいなのもママにおすすめだったりとか、そういった視点も持てるようになったかなと思うので、よりそういったところを活かして PR としての仕事もママとしての私も両立できるようにこれからも頑張っていきたいと思っております。水色があってもいいかもしれないです。こっち普通のカラー多いのかな。カラー多い気がします。はい、今日どんな感じですか。今日は EC の撮影をしております。ちょっと大事な撮影です。そうですね、2日目ですね。2日目です。めちゃくちゃ多いので巻きで撮ってます。何体ぐらいありますか。60とか多いですね。ちょっと巻きで撮れます。私が担当しているのが EC 撮影っていうところで、やっぱお洋服をお客様に可愛く見せれるように撮るっていうところと、あとはクラネらしくクリエーションをポーズとかもちょっとこう変わったポーズとかクラネっぽいモードな大人ら女性らしいっていうところのクリエーションっていうところをちゃんと見せれたらいいなっていうので、なんかそこがうまく伝わった時に自分のやりがいになるんだろうなっていうのと、プレスに入ってから SNS をすることが多くなって、やっぱコメントとかでもお客様からサイズ感分かりやすいですとかなんか言ってくださる方とか、 DM でもこう長文で送ってくださるお客様とかを見ると、あ、やっててよかったなっていうのでやりがいになるので、すごい嬉しいです。私結構 SNS とか自分を出すっていうのが結構苦手なんですけど、自分が好きなスキンケアだったりメイクとか、もちろんクラネのお洋服を可愛く見せたりとか、なんかそういうのを もっと SNS で見せて、いろんなまた違うお客様とか見ていただきたいなっていうので、 SNS っていうのが私の中では挑戦かなと思ってて、あとは他の部署で商品の企画とか開発とか構成をやってる部署があるんですけど、その部署と一緒に相談したりとか、あとはミーティングしたりとかで、どうしたらそのアイテムがこう可愛く見せれるかっていう施策もプレスは考えてるの で私はそこに結構力を入れたいな、でそこをプラスで SNS を通じて皆さんにこう分かりやすく可愛く見せれるように頑張ってます。OK です。 OK です。皆さん、はい、お疲れ様です。お疲れ様です。今日は何をしてますか。今日は EC 撮影でリールを撮ってます。あとちょっとクラネオフィシャルで使うイメージとかこういうの撮りたいとか言ってます。やりがいはもうすぐ1年経つんですけど、クラネのクリエイティブ面をやらせていただいていて、クラネのオフィシャルのアカウントだったりとか、あとはクラネのルック、外国人のモデルの方とか、あとエナさんの普段のインスタグラムの撮影だったりをやらせていただいていて、まあなんかどれも共通して言えるのが、やっぱりクラネのイメージっていうところを任せていただけてる、こう世に出した時だったりとか、あとはそれに反応をいただいて、まあインスタグラムで言ったらいいね数がすごい多かったりだとか、なんかそういう小さいところですごいやりがいを日々感じております。さん、はい、すいません集中してるところ、はい、
今リール編集してると思うんですけど、はい、何を意識して編集してますか？なんか一番服がよく見えてる部分を切り取って、本当1秒とかなんですけど切り取って作ってます。月に何本ぐらい作ってます？でも新作ごとに作ってるので何本ですかね。新作の数だけあります。オフィシャルも全部載せるようにしてるんですけど、プラスでリールでおさらいみたいな感じで。クラネは結構クラネらしさっていうものをエナさんだったりとかアイコさんだったりみんなクラネのチームみんなで作り上げてるところになるので、それを皆様にもお伝えできるように日々進化していきたいと思っております。じゃあ行きましょうか。一応ちょっと横とかあ、OK です。各セクション一人一人の責任の大きさや重みがあるからこそ自分の成長をより感じることができることかなと思います。編集と撮影スケジュールがタイトな時もあって大変だなって思う時もあるんですけど、視聴者さんの温かいコメントや自分の考えた企画が伸びて数字として現れると本当に続けてよかったなと思いますし、新たな目標も生まれてこれからも頑張ろうっていう気持ちになります。まずはクラネのお洋服をよりよく見せることと、エナさんのインスタや、ライブでは見せられないようなよりプライベートな一面を YouTube では出していきたくて、子供たちと楽しんでる姿だったりとかお茶目な姿だったりとかが見れるような企画と編集を心がけております。あとは視聴者さんがもう一回見たいって思えるような動画を作ることも心がけてます。こっち側のどっかに出すかっていう感じで一箇所出してみるのもありかなと思うんですけど、そうですね、やりがいを感じるときは、常にこう新しいことに挑戦ができるときかなと思います。っていうのも、うちの会社は結構風通しがいい会社かなと思ってて、代表含め本当皆さん積極的に意見を聞いてくださるんですよ。で、新しいことも受け入れてくれて、受け入れてもらったからにはやっぱり僕も全力でやりますし、やっぱそれを支えて一緒に行動してくれる、プレスのみんながいて、でもちろんね失敗することもありますけど、より良いクリエイティブができて、でそれが会社の利益だったりとか、お客様に喜んでいただけることとイコールになった時にすごいやりがいを感じるなと思います。一つ目で言うと、コミュニケーション能力ってところで、プレスに限った話じゃないんですけど、社外の方とやり取りする機会っていうのが非常に多いので、円滑に進めるにあたってコミュニケーション能力っていうのは必須になってくるかなってところと、気配りができるってところで、プレスは主に展示会だったりとかでこう著名な方だったりとか、あとはメディアの方をお呼びして、アテンドするにあたって、そういった気配りできる方の方がいいかなっていうところですね。結構プレスって華やかな世界に見えると思うんですけど、結構地道な作業も多くて、本当に長時間の撮影だったりとか、コーディネート組もそうなんですけど、結構立ったり座ったり激しくて本当に体力削られるんですよ。なので、体力がある方の方がやっぱりいいのかなってところと、集中して数正確にこなせるっていうところも必要なスキルになってくるかなと思います。3つ目に関して言うと、情報の収集能力、本当トレンドだったりとか、服に限らず食だったりとかライフスタイルだったりとか、そういったもののトレンドっていうのを常にこうインプットする。あとは分析、YouTube で言ったら再生回数があって、じゃあ再生回数がこんだけでなんで良かったのか、なんで悪かったのかってところを数字から見れるところを読み取れる能力っていうのも、必要になってくるかなと思います。はい、ということで、プレスの密着動画いかがだったでしょうか、ね、私たちは普段こんな感じで働いておりますけど、はい、ねリアルだったね。割とリアルな部分ね見せれたのかなってところと、それ以外にもねもちろん仕事ねしてるところもいっぱいあるんですけども、今回はちょっとかいつまんで紹介させていただきました。はい、はい、ということで、またね、僕ら以外の密着もやりたいなと考えているので、そちらはそちらで楽しみにしていてください。あとこんな感じでみんな働いているので、クラネもね、いつでもメンバーを募集しておりますので、
ぜひ皆さんの入社お待ちしております。お待ちしてます。はい、ということで今日はこの辺で、はい、バイバイ。今からそば食べに行きます。イエーイ。おいしそう。ナイスショッピング。こんにちは。どうも、中村です。うわ、ちょっと撮ってるんですけどこっちみんなちょっと一緒なんです。かわいい、本当ですね。暑さも本当だ、すごい。お菓子ボックスです。はい、大事です。大事です。それはバタくん好きなんです。かわいい。これが別の仕事です。バタバタの走ってしかいないですね